ウィクトル三世は、十一世紀のローマ教皇。本名はダウフェリウス、あるいはデジデリウス。グレゴリウス七世紀の後継者。やがて、ウルバノス二世が彼の短い知性の後を継ぐことになる。ダウフェリウスは、ベネベントコーランドルフォ世の子として生まれ、十三歳で、モンテカッシーの修道院に入った。そこでデジデリウスを名乗り、院長になった。 1059年には教皇ニコラウス2世によって数奇教に挙げられている。グレゴリウス7世の側近として使え、その後継者の一人と目されていた。1086年5月24日に教皇に選ばれたが、教皇職を引き受ける気がほとんどなかったため、教皇着座式が行われたのは選挙の1年も後になった。 彼は当時ローマにいた対立教皇クレーメンス三世の圧迫を嫌ってモンテカッシーノに引きこもってしまい、トスカーナ公妃マティルデにローマ機関を説得されている。1087年8月にベネベントで教会会議を開き、対立教皇クレーメンス三世の破門、俗人による除人の禁止、アフリカでのサラ先人への軍事行動などを決議した。 教皇自身は会議中に病にかかり、9月16日に同地で没した。ありがとうございます。